ゴールキーパーが金山、川野、浜田、井上、徳本と入ります。そしてボランチには白井と木山、右のサイドハーフに右の前の2列目なんですが木村が右サイドに入って左が上城です。ワントップの位置に斉藤が入ってトップ下が宮崎と、こういうメンバーになります。ゴールキーパーは後藤です。ディフェンスラインは松田、庄司、石尾、渡辺と入ります。ボランチは藤村と大橋、右のサイドハーフが島田、左には大谷が入ります。ツートップは岩戸、セヌマというゼーゲン金沢です。まだボールをキープしていますが、これ両サイドからあっとまた自分で仕掛けていこうというところ、このバックアップ中にワンタッチで徳本も入っていこうというところですが、さあフリーになる、中へ入っていってシュートを決めるか、いやこれナイスセーブ。さあ今のシーンです。徳本選手ね、はい、強い当たりで相手を吹っ飛ばして、非常にこう難しい体勢でしたけど、チャンスを迎えました金沢です。両チームと今20分を迎えようというところでまだ得点がありません。さあニアサイド、先にボールに触ったのは岡山、一度ボールをさばします松田。さあこのボールを奪って上城がこのボールを運んでいって、そして宮崎中に入っていくが、まだあるか、シュートを放っていったのは白井、最後シュートで終わりましたが、このゲームではかなり高い位置を取ってきています。さあゆっくりとボールを握っていって、ここに大谷がいます。さあ前に出していって、どうだシュートまでいけるか、2番決まった、ゴール決まりました。一瞬の隙をついて、まずこのゲームファーストゴールは2番、素晴らしいゴールですね。これできたところですよね。もうワンタッチで右足振り抜きましたね、はい、もう常にこうゴールを、ね、意識して準備ができてたということだと思いますけどもね、はい、前半残りちょっと少ないですからね、まあ、岡山はこれ以上ね、はい、失点はしないようにしないといけないですね。さあ上城をかわしていって、さあ上城は前を見る、中には斉藤がいる、そして宮崎曲がってきた、どうだ中へシュート、どうだ決まらない、斉藤、宮崎光が中に来ました。さあ見ましょう、対されたウエジョ選手はね、低い弾道のクロスを上げましたけども、中央は2対2でしたよね、どうだセルマシュートまではいけない、一度後ろへ下げていきます。ここで大橋、さあワンタッチでセルマ、そして大谷中へシュートまで行く、島田、さあまだあるシュートを打っていく、5番の増田陸、そうですね、島田選手はね、前節もそうでしたけどもね、はい、真ん中ポジションを取って山本、その山本にボールが一押しを戻します。さあそうですね、斉藤がここにいて、もう一度右サイドからゆっくりと中に運ぼうというところで木山、これに対してプレッシャーをかけてきます。逆サイドには徳本がいます。さああっとこれをどうだシュートまでいけるか、白井ゴールキーパーの後藤が、徳本選手からね、はい、ここをうまくね、後ろに落として白井選手からね、あ少し立ち足から遠くなりましたね、ボールが、宮崎、斉藤、徳本、斉藤が左サイド、私は徳本、上城中を見てどうだ、合わないか、さあゴールキーパー正面でした。ボールマウスからこのエリアの中入ってきました。高いボールはその金山に向けていきましたが、まだセル、どうだ中、阿部、まだあるぞ、収まるか、さあシュートまでいけるか、ゴールキーパーまだシュートを打っていきます。山本のシュートもジャストミートしません。いやエリアの中、ボックスの中での攻防でした。非常に混戦でしたが、アディショナルタイム間もなく4分、一点ビハインドの岡山、さあ前に行こうというところですが、ここは蓋をします。早くボールを入れる、切っていきます金沢、
ここで長い笛、1対0、アウェーの金沢が勝利しました。